とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今年もあと3日となりました。あと3日か、早いね。ということで今日は、小台狩り行きます。何人かパーティーに入ってきてるみたいだけども、何人パーティーになるんでしょうか。とりあえず、3周行きます。それではまずはこのボスから。ちょっと待って、どこいる？あ、いたいた。あ、俺装備思いっきりミスってるわ。まあいいか、倒せはしたからいい。いや、もうちょっと待って、止まったぞ、止まった。もうまあまあまあ、一応倒したからいいや。なんすか、ワールウィンドで狼。おお、2人ともワールウィンド、ね。まあ俺幸運装備じゃなかったからってのもあるかな。出だしは悪いね。おっと、いいところ来ましたね。ちょっと待って、ここは俺装備変えるわここはちょっといいの欲しいから幸運装備に変えますわ。ただちょっと武器どうすっか。あ、先日入手したダイヤモンドのツルハシ行ってみる。初めて使うけども、これでちょっと行ってみようか。ダイヤモンドのツルハシを装備して。オッケー、いいよ。やってみよう。いけ。よし。ああ、ちょっと待って。あ、でも、え？出てる、出てる、出てる、出てる。いいよ、いいよ。いいよ、いいの出てるよ。覆われた怒り。で、バブルの弓、バブルバースター、おめでとう。あ、そうか、覆われた怒り、俺263の結構いいやつ持ってたわじゃあ俺ハズレだ。おっと、懐かしい、懐かしいね。無敵さんですか。となると、あ、オッケーオッケーオッケー、武器だけ変えていこう。武器だけ変えて、倒しちゃいましょう。多分、そんな時間もかからずいけるんじゃないかな。雑魚は余裕だし。うん。いけるいける。オッケー。いっちゃって。いくよ。とりあえず雑魚をまずは、殲滅。おお、なんだバブルバースターで一発だった。ストームランダー。レイモア、ストームランダー。おお。やっぱ黄金装備って意味あるんだね。俺だけがダメだった。一周目おしまいです。まあまあそこそこにいいのが出てきてくれたんじゃないか？やっぱ幸運装備重要ね。重要。はい、次。不安定。クールダウンなし。ダメ。チルゲイル。これ強くないんだな。スピードバーストって言ってもそんなに良くないし。おっと、あー、流れ込む魂が入ってない。英雄、クールダウンなし。うん、相変わらず最近出ないね。うん、ハードルが上がったのかな。なんかいいやつ結構入手してきたからハードルが若干上がってるのかもしれないけど、それにしてもいいの出ないな。最後。あー、ダメだね。はい、2周目いこう。よし、古代人来たね。ちょっと待って、ここもちょっと俺は、つけていこうか。オッケー。あ、待つ。オッケー。いいよ。ここは確か別に変更もなんもないから、余裕でしょう。任せたお前たち。いける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 。いや、待て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 。行くぞ。よし、来たー。なんだ、魂の、あ、違う違うな。まあ、そんな必要なやつじゃないな。残忍なクロスボウか。まあ、こんなもんでしょう。次行こう。よし、ちょっと待って、装備変えるからね。
オッケー。ここは別に大丈夫だったね。オッケー、いいよ。行きましょう。ちょっと待って、お茶飲むから、ちょっと待って。ちょっとお茶を。オッケー。ちょっとなんか喉がえらい張り付いた。ああやばやばしやばいやばい、ガーいったねー。すいません、ちょっと喉のコンディションが。よしな、エボーカーがこういっぱい出てくるところか。はいはいはい、よし、残り B、 おお、不滅、いいねー、なかなか良かったんじゃない。はい、2周目おしまーい。いい感じですね。ユニークが出てきたね。まあいいかどうかはわからないけども、見ていきましょう。おー、心奪うもの、昔は強かったけども今はちょっとね。吸血1じゃちょっと、おー、ありがとう、いただきました。守護者いりません。おー、いいねいいねいいね、いいよいいよ。あ、誰かコメントでスポンジストライカーの痛みが欲しいっていう人とかいたな。俺確か、1個余りがあった気がする。ああ、痛み付きのスポンジストライカーだね。うん、まあまあ配るように1個。いや、いらないでしょ、回復ついてないもん。あ、まあボスをワンパンするだけだったらいいのか。うん、まあ2つ目余りが出るけど、いや、配るように取っておきましょう。ノーマルノーマルノーマル。虚無の呼び声く、あ、これは使っていけるやつだよ。クールダウンショット、アーティファクトチャージ、で、浮遊攻撃がついてる。うん、これは、いいぞ。全然、カバンビルドで使っていけるやつですね。まあ、配るように取っておきましょう。おっと、なんじゃこれ。クールダウン2の雷フォーカス。そうか。で、アクロバット3がついてるね。はいはい。あ、アーティファクトのダメージ 50% アップだから、カバンビルドとベストマッチ。だね。うん。クールダウン2ついてるから、かなりカバンを回すことができるんで、これはなかなか悪くないよ。一応、まあ、俺は使わないけど、配るように一応取っときましょうか。お、なんかいいの出たよ、いいの出たよ。で、骨いらない、氷の牙いらない、闇のアーマーいらない。はい、オッケー。ショップなかなか良かったよ。3周目行こう。あー、3周目はこれで最後かな。もうゴール見えてんだよね。オッケー、任せた、俺は下から行くから。まあここはそうだよね。出たとしてもこういうもんだよね。え、どこ、え、敵どこにいた。あ、あ、いたんかい、敵全然気づかんかった。アズールシーカー、うん、まあまあここは基本外れだよ、仕方ない。お、いや、もう一個あった、もう一回あった、びっくりした。ちょっと待ってね、俺向こうに行っとこうか。うん。で、装備も一応変えとこうか。あー、ちょっと待って待って待って、うおー、びっくりした。うわー、やっぱキノコないと追いつかん。おー、ナイスナイスナイス。まあまあ、あるあるだよね。よしよし、ありがとう。機械化ソーブレードか。悪くはないね。よし、もうないでしょ。もうゴールだよ。それでは、3周終わりました。見てみましょうか。さっきの商人良かったからね、今回の商人は、いい感じかい？いやいや、いい感じじゃなさそう。え、次。お、雲。スパイダーはどうだ？ブロードソード。まあ、今は使わないかな。スパイダー、クールダウンなし。ダメ。踊り子、263を持ってるから普通のはいらない。
はい、次アズールシーカーいらないな。次お輝くロープ、なんかありきたりの感じだね。雷フォーカスに、雪玉、あー、いやー、いらないな。はいはいはい。なんかお誘いのピコン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 なってるな。特にいいのはないかったですね。では、出たやつ見てみましょう。ショップで買ったやつが結構多いね。まず、狼いりません。クレイモアもいらない。残忍の魂のクロスボウ、流れ込む魂がないならいらないかな。はい、おお、ユニーク多いね。で、覆われた怒りは爆発がついてるか。で、クリティカル、あ、いや、いらない。うん、いらないわ。で、残り火、いらないかな。次で、ここら辺は、ショップで買ったやつだね。虚無の呼び声、スポンジストライカー、ソウルダンサーのローブで、フレイルもちろんいりません。で、いただき物の、高火力のクロスボウ、あ、冬攻撃無限マルチショットか。あ、強いね、使えるやつだ。そして機械化ソウブレード、なんか今更感があるんだよね。使いません。はい。今日はなかなかね、ショップがいい感じでした。まあ、俺は別に使いはしないと思うけど、プレゼント用に、一応取っておきます。痛み付きのスポンジストライカー。そして、クールダウン構成の虚無の呼び声。で、クールダウン2の雷フォーカスがついたソウルダンサーのローブだね。これアーティファクトのダメージが 50% アップだから結構ダメージ出せます。はい。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。